おはようございます。和眼瀬の影庵です。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。今日もですね、ゲスト、引き続き鈴鹿さんに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、僕鈴鹿さんね、今度のこう立東演劇祭で作演出ということで演出されるんですけども、僕がねかいつぶり入って最初の、最初に出演した芝居があったんですけども、ちょっと題名ちょっと忘れちゃったんですけど、その時にこう僕は全然その前言った芝居分かんなかったんですけども、その演出の中でですね、黒子いますよね、黒子をこう舞台で目立たせるというか、こう美しくこう見せてはったんですね。黒子なんで黒いんですけども、そこにねこうきれいにこう光が当たって、その黒子がこう普通は脇役というか、その後ろのその裏方なんですけども、その黒子が一応目立たすように演出をされてて、でアンケートでもその黒子がこう綺麗やったっていうアンケートのこう答えもあったんですけど、そうい こう演出がちょっと面白いなと、その時は漠然としか分かってなかったんですけどね、その今考えるとこう面白い演出をしてはったなと思うんですけども、今回 その演劇祭でのね演出で自分のなんかこだわりというか、なんかこう考えておられるようなこう演出のことっていうのはあるんでしょうかね。はい、そうですね、はい、何分にもその、演劇をするために、何かしらそういう専門的な勉強するとか、そういうことをしてきたわけではなかったですのでね、はい、私は、はい、いつも自分のひらめきみたいな感じで、こうしたら面白いんじゃないか、こうしたらその見てらっしゃるお客様が楽しいんじゃないか、驚いてくれるんじゃないか、なんかこう刺激を与えるような、はい、そんなことばかりを考えて、どちらかというと演出を行ってきたんです、で、長年いくつかっていうよりも何十作品っていうほどを作り上げてきて、最近はですね、思うことはその、長年この劇団を、運営していくとね、こうなかなかね最初入った方がそのまま私と同じようにこの30年間ずっといらっしゃるか言ったら、ほとんど言うてほど入れ替わりが多いんです、で、その年によってとてもね、すごく上達その劇団のクオリティが上がったななんていうような、年もあれば、もう全くの素人と初めての方ばっかりみたいになってしまう年もありますし、して、その繰り返しというか、というよりもその若い方がね、やっぱり定着しにくい、どうしても若い方は独身で来られますと、その結婚があったり、また結婚してもその地元で結婚するいうことがほとんどほぼなくて地方に行ったり、で学生さんで入ってくると、上の学校でまた都会の、東京であるとか、そういうところに出てこられ、行かれたり、また専門的にね目指す方も出てくるんです、演劇を、で芸大とか行かれたりとかいうので、なんかそこら辺がね一番嬉しいような苦しいようなっていうんですか、なんかね旅立っていくいうことはとても喜ばしいことなんだけれども、劇団にとってはとても残念、しばらくだいぶ基礎を勉強して、腕が上がってきたのにところでっていうと本当残念なんですけれど、これも仕方がないこと で、今年の作品も、ベテランもいらっしゃいますし、けれども新人さんも結構いらっしゃるということ、舞台上は10名ぐらいの出演になるんですけれど、そんな中で、自分、お手伝いいただく他劇団であったり、またジャンルの違う音楽とかああいう方面の、方にも参加していただいてますので、
うん、こう色とりどりっていう感じなんですけれど、うんうん、その中で自劇団の劇団員、うんうん、やはりねあの主催者として、うん、その自劇団の劇団員にやっぱり活躍っていうか、うん、そこそこの腕を発揮してほしいっていうのが今回の特に一つの演出上気をつけたといいますか、うんうん、考えた点なんです、うんうんうん、で、まあ、3人の女優っていうような形で、うんはい題名ではないですけど、うん、それは、はい、ですが、うん、その3人の女優が一人ずつ、うんうん、自分の個性を発揮できるような、うん、あの演出を考えたというのが基本にあります、うんうんうんはい、なるほど、はい、ちなみにその題名って言えます？題名はですね、うんはい聞き落とさないように聞いてくださいね難しいんですよ、はい人の一寸、我が一尺、うん、人の一寸、我が一尺はい、うん、一寸ちょっと難しいでしょ一寸法師の一寸ですかねあ、そう、うん、そうなんですよ人の一寸、我が一尺ってこういうような字を書くんですが我が一尺、はいはいはいこれあの話の中でも、うん、それって何なんていうことって聞くセリフがあるんですけれど、うんうんうん、わかりますか、はい、影やんちょっと待ってくださいねいきなりあれですね人の一寸我が一尺一尺、うん、これはですね聞きたいですか、うん、そうですねそう言われると聞きたいと言わざるを得なくなるんですけどまあまあ聞きたいですねそれはですね、はい、他人の欠点は小さなことでも目につく、うん、気になる、うんうんうんでも自分の欠点はどんなに大きくても気がつかない、うんうん、気にしないなるほどというようなそういう意味です面白い題名ですよねでも題名面白いし、うんうん、ちょっと耳痛いでしょまあまあね、ねうんうん、そういうふうなね、うん基本根本にそのような考えのもとに、うん言葉が出るような内容になっているなるほどちょっとこれ見たら確かそれはあるんですけどこれ逆の人もいますよね、うん、あそうやたらその周り気にしてるけど人はそんなに人のこと気にしてないというか、はあ、そういう側面もあるでしょその言うたら、はあ、他人のことをそんなには気にし、うん、まあこれは多分近しい人やと思うんですけど逆にこれは、うん、自分のことは気がつかないっていうことだけどあなたはああなるほどカリアンが言ったのは、うん、人のことが気になるっていうことを言ってらっしゃるんだよね。いや、人のことは気にならない。気にならないの。で、自分のことばっかり気にしてるって、僕がそうやと言うんじゃなくて、ああよくそのああ自分で自分のことを大きくこう周りにこうが気になってっていう風になってるけど、うん、人は人それぞれ忙しいから、うん、そんなに他人を気付けてない。これはでもあれですね、あの近しい人の話ですね。どっちかというとその関係が深いというかそういうことですねそういうこと僕が言ったらちょっと今ずれてましたねその、うん、あまり深い関係じゃないというかその周りはほとんどね他人になるんで、うん、自分のことを気にするんですかねその僕は比較的気にしないんですけども、うん、その自分のことをすごい気に他人がどう思ってるやろうとかその何かこう気遣ってで抑えてる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。そうやけど他人はそこまで他人のこと注目してないんでそのそこまであれじゃないですかっていうのの逆やなと思ったんですよ。あなるほど、ね、でも近しかったら確かに家族とかやったら、うん、まあ欠点が見えたりとか遠かったらその欠点が見えにくいじゃないですか、うん、気をつけてるんで、うん、でもこう気持ち許すとやっぱり欠点がこう表に出てくるんでこういうことが言えるんかなと思いますね。ここにはね3つのこういうお話がありまして、うん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 、その3つのお話がそれぞれ、はいはいはい、まああのこの題名に関わるようなことなんですけれど、うんはい先ほどもあの話してましたように3人の女優をそれぞれの特色を出すような内容に書かせていただきました。あ、ほしたらちょっと面白そうでしょ、うん、面白そうですね。もうちょっ
と深く言ってもらうのを明日ちょっと聞きたいなというふうに思います。ということで、はい、ありがとうございます。はい。